さて、ここどこですか、なぎちゃん。ここは、はい、天王寺区の石月寺町。石月寺町、はい、です。上六の上本町の裏側ぐらいですね。徒歩3分、はい。最近ちょっと天王寺奥で。なんで最近天王寺多いんですか。案内が多いから、ね、あ、そうだね、お客さんのね、あれもあるし。あともう一個理由があって、あの僕真田幸村が好きで、あのね、子供の時にこの歴史上の人物の、伝記の漫画本があって、でそれをで、ここはあ、ほんで真田幸村の真田山があったのが天王寺区なんですよ。そうですね、そう、はい、コンクリート、うん、打ちっぱなされちゃってるね、はい、うん。で、ちょっとおしゃれライトで照らして、はい、あれ、すごい飲食店みたいな換気、うん、あれ、なんこれの割には電気やしIH やし、はい、のこれはだからデザイナーズマンションですか、こちらも。そうですね、あ、ちょっと上がってるしね、はい。あ、お客さん、いらっしゃいましょうちょっと出てこへんかするけど、はい、まあそういう遊びもできるよね、この高さがあったらね。で、IH コンロ、ここオール電化ですか。ここは、うん、オール電化、オール電化でしたね。ガス代いらんって言ってましたね、うん、はい、給湯代だけで家賃が8万5000円、はい。水道が2200円、うん、給湯が3300円。給湯代が固定費っていう、うん、ガス契約いらないんで、オール電化の住宅になります、はい。その代わり給湯代として3300円毎月かかりますよという物件です、はい、はい、収納ある、まあ、広いとは言い難いけど、うん、まあ、お部屋自体がね、9畳でしたっけ。そうです、9畳です。あ、9畳、30平米ぐらいのバスないかな、うん、ないな、27です、はい。まあ、広さじゃなくてこのデザインとこの立地ですね、うん、一番は立地やね。そうですね、うん、もう近鉄上本町の裏なんで、うん、都会派のためのおしゃれ部屋ですわ、はい、言うて今ですわのとこ取りました、うん、もう一回やった。ここ家具家電付きやすいわ。なるほど。ね、そこにね、まずテレビがある、はい。おう、DVD プレイヤー、うん、うん、パイオニア、あ、テレビ台もある、なかなかもう中古ショップで買ってきたまんまやけど、東芝の掃除機、おしゃれ椅子、ベッド、細鏡炊飯器と電気ケトル、電子レンジ、冷蔵庫、はい、全部あるやん。エアコンももちろんあるし、はい、木の幹のままで詰めますね、はい、はい。そしてまた鏡がある。まあ靴箱ある、うん、で水回りもちょっと上がって、なんかね、この間あれ建築士さんのセミナーで勉強したんですけど、はい、まあ、ここ多分そんなに高齢の方住まれないと思うんですけど、あの段差ぐらいは高齢の方でも大丈夫。やっぱりその思ってたよか足が上がってなかったりするんですって、うん、うんうん。で、1センチでもつまぐる服装です。高齢の方になられる人、人によっては、うん、思ってたよか足が上がってないっていうことが多いらしくて、で逆にこんぐらい高さがあったらもう意識して頑張って上がろうとするから逆に安全なんですって。あ、なるほど。10センチ以上あったら、うん、一坪 TV 結構
アカデミックになってきたでしょ。そうです、ね、僕はあの昨日聞いたこと明日には言う人なんで。はい、はい、なのでこの段差は安全な高さの段差ですと。はい、トイレットペーパー置き場ある。はい、収納はできないけどシャンドルでもないけど洗濯台、洗面台、洗面台、はい、洗濯機どこじゃ、ここ外？もついてます。あ、そういうことね。あ、洗濯機もついてる。あ、そういうことですね。もうだからこの部屋にあと必要なのはあなただけですとか言ってね。気持ち悪い。はい、うん、お邪魔します。あ、窓あるやん、まだ。はい、うん、お風呂に窓、嬉しいですよね。明るさもあるし、ただうん、開けれますよ。換気もできる。はい。ワイドがある。ちょっと横幅があるね。うん。9.5 ぐらい。高さこれ。浴缶は？浴缶あります。あります。全部ついてます。うん、っていう、あ、これマンション名難しいんですよね。僕読めないですよ。あと思わせますわ。僕土下座しとくんで。はい。という、栗熱いオーネ。上本町、近鉄線の大阪上本町から徒歩3分です。賃料は8万5千円です。僕ね、チャンネル登録者1000人いくまで土下座するつもりなんで、ほんまお願いします。はい、あ、言わないんですか。チャンネル登録、高評価。あ、チャンネル登録、高評価お願いします。もうほんまお願いします。はい、問い合わせお待ちしてます。もうほんま頼むんで。さよなら。